読みたいと思います。ですね、さっき読んだところと違うんですけど、箴言の3章の、6節、うん、後で書いてもらいたいと思います。箴言の3章の6節を読みたいと思います。はい、読みます。箴言の3章の、6節、6節、あなたの行くところをどこに置いても主を認めよ。そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされる。今日はですね、この箇所を中心に話をさせていただきたいと思います。最初にお願いします。愛する様、ありがとうございます。予言の言葉ありがとうございます。特別賛美をありがとうございます。賛美をありがとうございます。主はすでにこの場所において働いてくださり、また私たちに触れてくださっていること、またこの場所に主が満ちておられることをありがとうございます。どうぞ言葉を通して主が私たちに今必要な言葉を語ってください、示してください、また、こう導いてくださり、また強めてくださるようにお願いいたします。イエス様の名前によってになります。アーメン。今日の聖書箇所ですね、じゃあ後ろの方に、書いていただきたいと思います。それで、思わぬ展開というのもあるもので、まさか白木さんがですね、今日公園に来てから特別賛美まで歌うなんて全然考えてもなかっただろうし、ドラムを叩くようになるとはね、考えてなかったかもしれませんけれども、ちょっと不思議なんですよね。で、前からちょっと話をしててですね、ヤング礼拝に来ないっていう話、小学生にヤング礼拝に来ないという話をしててですね、まあ、そういうので、断られたんですよ、実は前に言った時に、行かないということでね、断られたんですけど、なぜか今日はですね、ついてこられたんですね。そうなんですよね。普通はいい？え？普通はいい？普通は出ていいんですか？いや、出てもいいよ。いや、ウェルカムですから。はい。そうなんですね。そういうことで、今日はですね、開館まで一緒に来ましたね。まあ、友達がいるからちょっと見てみるということで、どうぞって感じでね。で、そしたら、ドラムまで叩くことになったりね、お父さんの方がですね、今度特別賛美までね、なったりとか、本当ちょっと不思議だなと思うんですけどね。はい、何時になる？終わりが3時半には終わりますので、安心してください。3時半。はい、あ、でもね、なんかね、こう不思議だなって思うことがあるんですね。で、それでなぜかなって思ったりすることもあるんですけど、今この時点で50人分ぐらいのあれがあって、ね、すごくいいなと思います。ですね、今日の御言葉のところはですね、あなたの行くところどこに置いても主を認めようっていうことなんですね。だから皆さんこういろんなところに行くわけですよね。で、その時に、あ、これちょっとまずかったかなとかね、じゃあ違ったんではないかなとかね、そう思うことがあるんですね。で、この御言葉って今からもう20数年前で、何でしょうね、愛ちゃんがまだ小学生ぐらいの時ですね、私は東京安全協会に来てたんですね。で、その時ですね、その会社辞めたぐらいかな、多分会社を辞めた時点だと思うんですけど、シンガポールから、その時点ですね。で、蒼天祈祷会ってなって、それは、秋元牧師のところじゃなくていくつかでやったんですね。それで、どうかな、多分漆島さんのところかどっかで蒼天祈祷会があったんですね。で、今の漆島の牧師です。で、そこに私とあと長藤さんって、まあ、長藤、責任長老校なんですけど、沖縄にいるんですけど、で、なんかこう終わった後に3人でちょっと話をしてたんですね。で、その時に、どういう話のことになったかは分かんないんですけど、ドライブに行こうという話になったんですね。それでね、私はそのまま長藤さんと三島さんは行くっていう感じで、私は別に行きはなかったんだけど、まあ行こうかって言ったんですね。で、行こうかなって、それで車で向かってたんですけど、10分ぐらい動き始めて、しまった、
あ、この彼らと一緒に行くべきではないなと思って、先生なんかこう、あ、これちょっとやっぱりちょっとなんか 別行動すべきだったなと思ってね、あ、彼らと一緒にすべきではなかったね、あ、まあ、なんて選択をしたんだって、安易だったなと思って、ね、ちょっと後悔し始めてたんですね。で、そう、ちょっと後悔してですね、まあ彼らには言ってないんですけど、あ、もうなんかあのもう早くここから脱出したいみたいな、しばくさんではそうではないと思いますけど、ですね、それでですね、ああしまったなって思ったんですね。でその時にちょうどその日の教会のデボーション箇所が信玄の三章だったんですね。それで、あ、そういえばあのこの 三章の、6節、あなたの行くところどこにおいても主を認めよう、そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされるって書いてて、だからどこに行くにおいてもそこで主を認めるっていうね。だからよくあの使徒行伝の16章でパウルとシナスがね、牢屋の奥の牢屋に出会えて、内舞台の奥の牢屋に出会えて、真夜中後の賛美と感謝をしてたしてね、あの箇所ご存じだと思うんですけども、で何かっていうと、彼らはそこにおいて主を認めてたんですね。神様が自分たちをそこに置いたっていうこと、すごく重要だと思うんです。神様がそこにあなたを置いたっていう言葉を本当に受け取っておくと全然違う。で、っていうのは神様は無駄にそこに置いてるわけじゃなくて、神様は計画を持ってそこに置いてるわけだから、必ずそこに祝福があるんですね。神様は置いたところに置いてますね。それで私はその御言葉を思い起こしてですね、この今日の3章の6節で、まあ、あ、彼らと一緒になんかこうなんかドライブとかなんかになったことを感謝しますとか、こうなんか心の中で言わないですけどやってたわけですね。でそれで、ね、どこに行ったかっていうと、ですね、秋川渓谷だったんですね。で今あの、教会のキャンプになったんですけど、秋川渓谷になったんですね。で、それでまだその教会のキャンプとか行われてない時期なんです。それで、まあ、渋々だったんですけど、まあこう、まあ、参加したわけですね。それで、どっか車止めてからですね、川があるんで、川にこう降りていったら、そしたらですね、そこでなんか川遊びしてる人、家族があって、それでなんかちょっと接したんで、そしたらね、その家族っていうのは宣教師の家族ってね、すごくいい間違いがあったんですよ。それで、あへってんで、まさかね、そのタイミングで行ったところに実は宣教師の家族が来て、こうすごいいい間違いがあって、で、あの、まあ私も英語ちょっとできるから、だからそういうこういい間違いになったんですね。だから、まあ、行って本当に良かったなってことでね。途中はですね、なんでこの川越えで行かないといけないか決まったと思ってですね、まあ、すごく後悔しててですね、早まったら早く、ここから脱出しようかとか、なんかそんなこと思ってたんですけど、違うなと思ったんですね。で、神様ってこう書いてるのはですね、あなたの行くところ、どこに置いてもって書いてある。どこに置いてっていうのは、ここでもあるわけどこに置いてもまあ、しまったって思ったかもしれませんし、いや、ここぞ我がところって思ったかもしれませんけども、あなたの行くところ、どこに置いても、そこで死を止め、本当にそこは神様が置いてくださったんだってことを認めなさいって、こう書いてるんですね。で、これ命令なんです。だからそこで、本当に神様は私をここに置いてくださったってことを、本当に、受け取るときですね、どうなるかというと、そうすれば、で、本当にここに神様が置いてくださった、で、そういうことを認めると、主はあなたの道をまっすぐにされて書いてますけども、本当にそこにおいての神様が置いてくださった祝福と恵みを受けることができるということなんですね。だから、こういうことを言うことができると思うんですね。なんでこんなところに置かれたんだってみたいな思ってると、実は神様がそこに置いていても、その祝福と恵みを受けることができないんですね。だけどもそうじゃなくて、あなたの行くところどこに置いても、主を求める、そこに置いてですね、神様がそこに置いてね、新しい学校になったって話さっきちょっと聞きましたけども、で新しい学校に置いても神様をそこで認めるってことがすごく重要ですよね。神様がそこにおられる。で、パウロとシラスは占いの霊に仕えた女から悪霊を追い出した結果として、鞭打たれて親に出会えておくの、親で自分自身してたし、傷口は痛んだと思います。だけれどもそこにおいてパウロとシラスが
なぜ感謝と賛美をね、お祈りしながら賛美を歌ってたって使徒行伝に書いてます。できたかっていうと、そこで神様がこうそこに自分たちを置いたってことを認めてたんです。すごく重要だと思うんですね。なんでこんな、まあそういう言い方言うね、なんでこんな変な方針とか言う場合もあるかもしれませんが、そう思う場合ね、例えて言ってますからね、あの僕がそう言ってるわけでは全然ないわけですよ。だけどもそこにおいて主を認めるってのはすごく重要なことですね。で、あの思わぬことがね、だってね、あのひょっとしたら世界一のドラマになるかもしれない。でもその1本目はここだったって愛ちゃんに聞こえてない、こうやってそういうことになるかもしれないじゃないですか。わかんないですよ。で、ね、塩脇さんもすごい説教者になってね、こうビリー・グラハムの最大とか言われる、ひょっとしたらそうかもしれないじゃないですか。でもわかんないじゃないですか。だけれどもそこにおいて神様がなそうとされた計画があるから、だからどうかっていうと、私たちはどこにいてもそこで神様を認める、ここに神様をおられる、神様が私をここに置いてくださったってことをもちろん感謝ですよね。認めておくっていうのを、認めていくっていうのはすごく大切なんですね。多くの人はそうしません。目で見える状況で、なんでこんなところになったのかとかね、さっきの私の間に行くとして、なぜこの顔を胸でドライブに行かないといけないんだとか、だからね、こうでついつい人を見てですね、そういうことを思ったりしたんですけど、それは間違いですね。どこにおいても、あなたの行くとこどこにおいても主を求める、ね、一番よく出てくる例はですね、皆さん家族ですよね。家族は逃げられないわけですから、なんでこの親とか親って思うかもしれないし、でそのまあね、なんでこの子供って思うかもしれませんけどだけれどもね、やっぱりそれをちゃんと認めるってね、皆さんどうですかね。私は子供の時よく思ってたのはね、なんてうち の両親は厳しいんだってそれを思ってました。でよそ見るとみんな優しそうじゃないですか。でもうちはなんでこんな厳しいんだって言ってね、それをね、兄とよく話をしてたんですよね。なぜうちの両親はこうやって厳しいのかなとか、なんかそういうことを言ってました。だけど自分が親になって分かったのは、いやそれはそう思うだけで、どこだって大体厳しかったり甘かったりするわけなんですね。だから違うんだなって分かったんですね。で、大切なことなのはそこで主を認める、自分が置かれたところでそこに主が置いてくださったことをしっかりと認めるっていう、どこに置いても、あなたのことどこに置いてもね。だからきっとね、はっきり言うことはできると思うんですね。これからの人生が何十年かあるかもしれないし、経験もあればもうちょっと短いかもしれませんけども、でもそこに置いて必ず神様がそこに自分を置いてくださったってことを認めて歩んでいくのと、いや、なんでこんなひどいのがあるんだって思ってるのでは、全然これ歩み方がね、やっぱり変わってくると思うんです。で、聖書が言っているのは、あなたの行くところをどこに置いても主を認めよう、ね、あなたの行くところをどこに置いても主を認めようってこう言ってるんですね。で、本当に神様が自分をそこに置いてくださったってことを認めましょう。で、認めるにはどうしたらいいかって、やっぱりこう感謝するってことがね、すごく重要ですね。今10月2日になって、まあ市の十字学クリスチャンセンターは11月スタートなので、11月スタートなので、そういう意味では年度末に入ってきてます。で、本当に一つ一つね、神様にこう感謝を捧げて、マイナスと思えることがもプラスと思えたことがもう全部感謝していく。で、それは何を成してるかっていうと、主を認めることになる。で、死を認めるってこと、死を認めることになるんですね。で、やっぱりこうどういうこと、マイナスと思えること側も感謝するっていうのは、それは死がそのことを許された、死がその裏に素晴らしい計画を持っている、死がそれを必ず生きとしてくださるってことを認めるってことになるので、ぜひ感謝を、ね、強めていただきたいと思います。そうすると死はあなたの道をまっすぐにするっていうのは、本当に正しい形で私たちが導かれていくっていうことになるね、覚えていただきたいと思います。ですので、これからもね、皆さんもね、っていうようなね、そういう展開に置かれるかもしれませんね。だけどその時ね、そこで死を認めるというのはすごく大切なことなんで、ぜひね、なんでこんな、とは言わないでですね、そこで、あ、感謝しますって、神様ここに置いてくださったことを感謝しますっていう形でですね、ぜひ感謝を強めて、そこで主を認めていただきたい。そうすればあなたの道はまっすぐにされるっていうのは、本当に正しい形で
最善の道をこう歩み続けていくことができるということをね、覚えていただきたいと思います。お祈りします。大聖霊様、あなたの御言葉をどこに置いても主を求めよう。そうすればあなたたちがすぐにされるとありますけれども、どうぞ私たち本当に目で見える状況とか自分を見たりとか人を見たりして本当にこうつぶやいてしまったりすることを本当に許してください。どうぞ全てを感謝し、また主の御手を認めることができよう。またどこに、この私たちを置かれたとしても、またそこにおいて主を認めていくことができるように、特に感謝を強めていくことができるように、どうぞ助けに導いてください。その中であなたが最善から最善へと導いてくださることを感謝します。感謝してイエス様の名前によって祈ります。アメン。それではもうお立ちになってますね。それではハレルヤさんにしたいと思います。神の子愛、聖霊の差し引き御交わりが私たち一人一人とともに、また今日に集われて一同とともに、今のちもとこしえまでも豊かにあふれるばかりありますように。アーメン。どうぞお座りになってください。それでは相手の方から連絡事項があります。